おい、いきなり溺れたふりしてんじゃねえぞニゴリちゃん。バレてましたか。というわけでは弱お抹茶です。今回は僕の好きなラギア希少種を買っていきます。いやー最近暑いですよね。なので水中戦を早速やっていこうと思ったのですよ。5月のくせに気温が30度だからな。松岡修造が2人くらいに増えてそうだぜ。日本の気温が100度くらいになってそう。それもう日本ドロドロでぶっちっぱ状態や。そんで今回は俺も同行してるぞ。やっぱ水中は最高だぜ。まあお前マグロだもんな。水中戦は俺に任せろ。頼もしい。あれ？でもハンターネームがなんだかマグロじゃない気がするのだけど。かっこいいだろ。エクスクラメーションマークって読むんだぜ。短いようで無駄になんかかっこいい名前しててくさ。まあ僕はびっくりマークってしか読めないんですけれども、一般的にはそうだけどちゃんとエクスプロージョンって読めよな。ああ、めちゃくちゃだよ。それでですね、ラギア希少種にも必殺技なるものがありまして、それがかなりのやべえやつなんすよ。火力が高い上に広範囲、裏木の地面突き刺し爆破と似た何かを感じるな。ふふふ見ててください。その必殺技の避け方をお見せしましょう。おーエビドリー、君が放電をやめるまで、エビドリを、やめない、やめない。めっちゃエビみたいな色をしててくさ。これが最適解とくださすぎやろ。そしてエビ避けが終わったらすかさず息継ぎも摂取。運動後は酸素補給が大事だからね。息継ぎも使っててくさ。唯一か不幸のプロ歴史となったアイテム、それが息継ぎもだ。というわけで皆さんも水中戦をする際は忘れず息継ぎも持参していくよ。ぐい、改めて気をつけてください。そんなの使うくらいなら溺れ死んだ方がマシだわ。人生の恥さらしだな。お前足の部位破壊達成。ちなみに背中を壊せば終わるまでエビ反りしなくて済むんですよね。エビ反りしなくて済む、つまりは背中破壊で大放電がなくなるってことやな。でも背中の肉質は硬いからな。ただ事故死は減るからメリットもあるぞ。それとですね、ガードで大放電を受けるって発想もありますけど、多段ヒットな上にガード強化が必要なんですよね。スタミナ削られてそのまま被弾しちゃうパターン。結局エビ取りが最適解になってくさ。あ、弾かれたけど頭ひるみでダウン取れた。やっぱ希少種全般って頭が硬いやつばかりっすね。ゼウスやナルガ、ティガなんかの頭もカッチカチよな。謎の統一性があるんだよな。そしてまたエビ取りタイム。水属性やられだろうが関係ねえからギッチ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 。スタミナゲージギリギリすぎてくさ。一歩間違えてたら水属性やられに殺されてたわ。あ、っていうかよ、水中なのに水属性やられっておかしいじゃんかよ。みんな考えるやつ、ぶっちゃけあれは説明しようがない。まあ、水属性やられの引き金になる水だけ、特殊な液体なんでしょうね。そんな謎の液体を出してくるラギア希少種、アマツマが土のモーションを使ってくるだなんてずる賢いですね。言われてみれば、この水中竜巻ってアマツのやつにしか見えなくてくさ。刻々も一緒らしい。抹茶と紅茶くらいに似てるな。いやそれ全く似てないって意味にしかならねえと思うんだけど。ちなみに紅茶って発酵させて作られているそうですよ。僕が知らなかった情報なので、視聴者さんの 9.9 割くらいの方は発酵だって知らなかったでしょうね。いや昔から私は知ってたな。俺も常識だと思ってたからすでに知ってたぞ。まあ僕も昔から熟知していましたけどね。 IQ 低下させながら生きるな。人生の恥さらしだな。というくっそしょうもない話題は置いておいてですね、実はこのエリア激流層が完備されてあるんですよ。真夏の夜の暑さにはぴったりですよね。エアコン感覚で激流層を語るんじゃねえぞ。止まんねえからよ。違うそうじゃない。そして再び一瞬こまめな摂取は塩分補給につながります。ならねえよ、酸素ゲージが半分くらい回復するんだよな。そしてそして決定的瞬間がついについに激流層やったぜ。いや無事決まりましたね。素直に脳汁です。イケメンすぎ。水中での激流層ってのも陸上のと違った迫力があってかっこいいね。いやー困っちゃいますね。さらに見てプレイを決めたくなってきたじゃないの。激流走の後は遊撃砲かなやっぱり。てなわけで行きます。行きます。どいた。いやーまさかここまでうまくいくとは。株価急上昇待ったなしですね。あ、あれ尻尾がうねうねしすぎて攻撃が当たらねえ。やめてくれよ。今のはマイナス1億点秒で株価が急降下しててくさ。偽プレイの後に下手くそプレイで締めくくるの嫌いじゃないの。そして時が経つこと1億年と1億年、ついにラギア希少種と決着をつける時が来たのでござる。あれ前回のと比べると早いね。まだ10分くらいやんけ。やっぱペア狩りは違うな。まあペアでこれ以上かかってたらまずいですからね。僕の手にかかればちょちょいのちょいですよ。っていう強気なハンターって、みんなジョジョブラキで挫折するからな。楽しみだな。ぶっちゃけジョジョブラキより難しいクエストないと思う。ほんとあれだけはきつめ。まあクリアしたいですね。それとこいつの尻尾もぶっちっぱしたいですね。さっきは外しまくってたけど、耐久値はあまり高くないんですよ。やったこれは、希少種のレア素材。ライコンが楽しみですね。出ない時は出ないからな。抹茶も重収してレア素材レイコン嘆いてたな。あれしんどかったな。周回後にボックス覗いたら欲しかった武器をすでに持ってたんだもん。ドジッコレベルいいよ来いよ。脳内のお茶畑。あ、それと今更だけどガンランスはブラキのやつだよ。バッハはトライジーじゃ強いからね。さっきの頭ダウンみたいにひるみが取りやすいんだよな。そういう点でブラキガンストラギア希少種は相性がいい。うひ、恐ろしく速い突進。俺でなきゃ避けられるね。ただの生きりかと思ったら自落でくさ。強く生きて。いやーほんとヒヤッとしました。ここは丁寧に飛躍で一息つくとしましょう。もう終わったぞニゴリ茶やろ。あ、うん、泣かないで。ということで無事ではないけど無事に討伐しました。お疲れ様でした。ちなみに最近 4G も改めて始めました。初めからやるのも意外と楽しいですね。トライ G もそうでした。下書きも頑張ってるし。それじゃまた今度 4G 配信もするのでよければ見てね。今回の激流走と遊撃砲がかっこよかったら高評価お願いします。それじゃあたした。
通常種の天角出てきて草、尻尾剥ぎ取り2回は美味しい。まるで将棋だな。